皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は今後の YouTube の配信についてお知らせしていきたいと思います。本日は3月1日なんですが、3月から YouTube の投稿というのを少し変えていきたいと思います。今までは火曜日と金曜日に YouTube の動画を配信していまして、ここ最近だと、その他の曜日にショートを投稿していましたが、3月からは曜日でちょっと配信を変えていくんですけども、まず月曜日と木曜日に YouTube ラジオというのをやっていきたいと思います。ちょっと前もチャレンジしたんですけども、動画はなくて静止画だけの画面の状態で、基本的には音声のみでお話をしていくものです。録画したものをそのまま投稿していこうと思います。本当にラジオ形式で、やっていきたいと思いますので、約20分くらいを考えていて、ながらで、例えば家事をやりながらとか、何か出かける準備をしながら、そういう時ってなかなか映像って見れないじゃないですか。だから音声だけでちょっと楽しめるようにラジオをしていこうと思います。でそのラジオの詳しい話については次回、その3月に入って初めてが木曜日ですね。木曜日に初めて YouTube のラジオをやっていこうと思いますので、そこでちょっとラジオに関しては詳しくやっていきたいと思います。ラジオなのでゲストっていうのを招きたいなと思っています。それは見てる皆さん、視聴者さん、音声しか出ないので顔出しもないので、なんかちょっとラジオネームみたいな感じで、たまに、そうですね、月に2回とかちょっとやりながら私とお話しできるっていう場を設けて、そういうのもやっていきたいなと思いますし、本当に交流っていう部分がなかなかどうしても今できないので、そういったラジオとかで、気軽に皆さんと交流できたらなと思ってますので、ぜひまずは木曜日に初めて YouTube ライブを投稿するので、 YouTube ライブじゃない、 YouTube ラジオを投稿するので楽しみにしていてください。で、今まで通り火曜日と金曜日は YouTube の動画、今までの通りのような動画を出していきたいと思います。で水曜日と土曜日にショートっていうのを出していきたいと思います。でショートはちょっと今だと昔の動画の切り抜きをやってたりするんですが、ちょっといつもやってるその動画のね、脊髄損傷とか車椅子とかそういう障害のことを関係なく、私がやりたいことをちょっとショートで、やっていきたいなと思います。1分動画なので皆さんぜひショートの方もねチェックしていただいて、面白系というか、なんかそういうちょっと見ててフフってなるような感じの動画をショートで出せたらなと思うので、ぜひ見ていただいて、後にあこういうことかって思っていただいたら、それに対してこうショートでこういうのやってほしいっていうのをぜひ皆さんから声を聞けたら嬉しいなと思います。ということで、日曜日だけが配信はなくて、それ以外は基本的にこう私の配信があるっていうのをちょっと3月から頑張ってやっていこうと思いますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今回は今後のチャンネルの動きというのをお伝えしました。はい、では皆さん3月からまたよろしくお願いします。Oh,